森めぐみです。今日はカッティングについて話していこうと思うんですけど、なぜ話そうかと思ったかというと、このギターマガジンの8月号、もうタイトルからして最高ですよね。カッティング超市場主義ということで、まあ、常に私はアコギを弾くときもエレキを弾くときもカッティングを意識しているので、まあ、このタイトルからして弾かれたんですけど、まあ、さらにもうこのコリーウォン、ちょっと前からですね、カッティングめちゃくちゃかっこいいギタリストだなと思って注目していたので、もうこのカッティングとコリオンのセットでこの雑誌を読んだんですけど、めちゃくちゃ面白かったので皆さんに紹介したいなと思って今日は話していこうと思います。最後までお付き合いください。このカッティングという呼び方は日本独特のものっていうのは皆さん知ってましたか？私最近まで知らなくて、でちょっと調べてみたら、海外ではファンキーリズムって呼んだりとか、ファンクストラミングと呼んでいるそうなんですよね。で他にも多分いろんな呼び方があるみたいなんですけど、まあ、名前が違うだけ、呼び方が違うだけで、このカッティングのリズムっていうのはもう全世界中で根付いているわけですよね。でこのカッティングはいつから生まれたのかというと、まあ、諸説あるそうなんですが、60年代だそうです。まあ、ジェームス・ブラウンがファンクを誕生させたあの年に、まあ、あの年代に生まれたものと言われています。でジェームス・ブラウン自体が、まあ、声もボーカルも含めて全てが打楽器だっていう発想のもとで、まあ、曲をたくさんリリースしていったみたいなんですけど、だからこういろんな楽器がパーカッションの役割を担っているサウンドがとても多くて、でジェームス・ブラウンがバンドを組んでいたんですが、そのギタリストのジミー・ノーランというギタリストが、そのカッティング、今の時代にも受け継がれているカッティングの元祖を生み出したんじゃないかと言われていて、で何が特徴的かというと、高音を目立たせるようなプレイだったみたいなんですよね。でちょっと弾いてみるんですけど、カッティングっていろんなやり方があると思うんですよ。でコード6本、弦を6本全部をガシガシっと弾くプレイ、例えばジミー・ノーランが弾いた高音を目立たせるプレイっていうのが、こういったサウンドになります。結構高音が目立ってますよね。で、これに影響を受けたギタリストがたくさんいて、まあ、有名なところだとジミー・ヘンドリックスですよね。ジミー編は、まあ、歪ませたサウンドも特徴的ではあるんですけども、16ビートのカッティングっていうものを意識して演奏するギタリストがとても増えたそうです。なので、まあ、リズムギターの概念を大きく変えたのがこの60年代と言われています。70年代になるとソウルや R&B といったジャンルが、まあ、大流行して、まあ、全盛期なわけですけれども、で同じ頃にですね、レゲエとかアフロミュージックっていうのも注目を浴びるようになったそうです。で皆さんも多分レゲエって聞くと、うっちゃうっちゃうっちゃかうっちゃっていう、こう裏のリズムを意識したものが頭の中に流れてくるんじゃないかなと思います。今ギターでやってみますが、こういうリズムを聞くと、あ、レゲエだって思いますよね。で、これがやっぱギターのカッティングでこのリズムができているっていうのも結構重要なポイントかなと思います。で、こういった音楽性をポップスに落とし込んだのがマイケル・ジャクソンだとも言われていて、マイケル・ジャクソンのオフ・ザ・ウォールという曲があるんですけど、そこの中でもめちゃくちゃかっこいいギターのカッティングがたくさん出てきます。で、何がかっこいいかというと、ただこうコードのカッティングを弾くっていうだけでもなく、単音カッティングを弾いている、ただそれだけということではなくて、メロディアスなカッティングギターが歌の後ろに常にある、これがすごく特徴的だったそうなんですよね。もう本当にちょっと一部分なんですけど弾いてみたいと思います。Where the water is on the shoulder.
タタタンタっていうこういう感じのめちゃくちゃかっこいいカッティングのギターがもうアレンジに盛り込まれています。そしてですね、その頃日本ではですね、シティポップがめちゃくちゃ流行るんですけど、シティポップって呼び方自体ももう後付けですね。でも知ってる人も多いかなと思うんですけど、あのおしゃれで都会的な音楽っていうものがこの頃、まあ、日本で大流行していて、日本の要素プラスアルファ洋楽っていうものよりも洋楽の要素がすごくふんだんに溢れている日本の曲が増えていたんですよね。でそういうものをシティポップと呼ぶようになったそうなんですけど、でその中でも山下達郎さんの It's a Poppin' Time という、これはライブ版ですね。この中でもギターの16ビートのカッティングがすごく美しく入っていたりとか、あとその洋楽の要素で言うと、子どもたちにも、まあ、洋楽のかっこよさだったりとかギターのカッティングのかっこよさを、まあ、伝えていったの、もう教えたのが五大悟と言われています。もうあの最有機のテーマソングでもあるモンキーマジックですよね。あの曲のカッティング、まあ、アレンジ自体がものすごくかっこいいんですけど、その中でもやっぱり16ビートのカッティングっていうのがめちゃくちゃ生きてるんですよね。で A メロでは単音カッティング系、まあ、メロディースな単音カッティング系があって、サビではコードでのカッティングがすごく綺麗にキラッとしたところがね目立ちます。モンキーマジック、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 めちゃくちゃ今聴いてもいつ聴いてもかっこいいです。そして80年代から90年代にかけては、まあ、ディスコブームっていうのは、まあ、ディスコサウンドっていうものはちょっと、まあ、落ち着いてくるんですけど、その中で打ち込み系を多用しているこうブラックミュージックがどんどん流行り出していくんですよね。でその中でもアーティストのプリンスだったり、まあ、ファンク系のバンドのザップなんかはですね、打ち込みだけじゃなくて打ち込みの中に生のギターサウンドを盛り込んで独自の音楽性を追求していくようになります。2000年代から今にかけてはですね、まあ、ディスコサウンドの熱がまた上がってきます。というのもアーティストのブルーノマーズだったりとか、まあ、ダフトパンクがそういったディスコサウンドをのヒット曲を出すわけですよね。ファンキーなリズムっていうものがまた世の中で流行り始めてきて、でそれに影響を受けたたくさんのアーティストがいて、まあ、ちょっとね早くに亡くなってしまったんですけど、アビーチだったりとか、あとサム・スミスといったアーティストもそういう影響を受けてこうディスコサウンドのものをこうリリースするようになったりします。でその中でも16ビートのギターのカッティングが盛り込まれているということなんですけど、日本でももうそういった影響を受けてたくさんのアーティストがいろんな楽曲をリリースしています。でただですね、やっぱ最初に言った通り全世界でカッティングっていうのがもう広まっているわけですよ。だからジャンルがどうとかこのアーティストだからとかこの曲調だからっていうことに縛られずに、いろんなアーティストがいろんな楽曲の中で16ビートのカッティング、ギターのカッティングっていうものをたくさんの楽曲に入れ込んでいて、私たちの耳にももう自然と入るようになっているんじゃないかなと思います。でそんなカッティングなんですけど、めちゃくちゃかっこいいアーティスト、先ほども言いましたけどこのコリー・ウォンですよね。でこのコリー・ウォンのインタビューもすごく面白かったんですけど、カッティングについても話してるんですよ。カッティングっていう呼び方について。でインタビュアーさんがコリー・ウォンにカッティングっていうのは日本独自の言い方なんだよって話もしていて、でその中でコリー・ウォン自身も、あ、じゃあこういう言い方をするよっていうのを教えてくれていて、3つ確か出てくるんですけど、まず1つ目がバブル、2つ目がチャック、3つ目がチャンクという呼び方なんですけど、まあ、カッティングにもいろんなね、低音が響くカッティングがあったりとか、先ほども弾いたみたいな高音が目立つようなカッティングがあったり、いろんな奏法があるので、それぞれになんか名前がついてるみたいなんですよね。で一つ目がバブルというものなんですけど、これはミュートをしながら単音でポコポコするこうプレイのことをバブルと呼ぶそうです。なんか弾けるようなイメージなんですかね、バブルだからね。
でその次チャックっていうのはブラッシングを入れながらコードをチャキチャキ弾くようなプレイのことを言うそうです。これがチャックというそうです。そして、まあ、カッティングってファンキーなイメージがありますが、ファンキーなプレイではないけどチャンクというカッティングの方法があるそうで、これは低いポジションのパワーコードでガッガッと弾くようなプレイのことを言うそうです。ちょっとチャンクとチャクが似てるのでね、ちょごちゃごちゃになりそうですけど、でこのバブルとかこうチャックの言い方がコリー・ウォンだけが言っているのか世界でそれが主流なのかはちょっと私には調べきれなかったんですけど、コリー・ウォンはこんな風に表現をしています。でもただバブルって聞いてどんな感じだろうっていうのがね、ちょっと浮かばない、イメージできないという人もいると思うんですけど、まあさすがこのギターマガジンで載ってます楽譜が。でいいのがですね、 QR コードも載っててコリー・ウォン自身が弾いてる音と、まあ、姿が見れます。でこのギターの練習フレーズみたいなものもコリー・ウォン自身が作っていて、もうカッティングの練習するにはすごくいいものがここにたくさん載っています。なのでちょっと今から、まあ、1フレーズ2フレーズぐらい弾いてみようと思います。まずはバブルと呼ばれるカッティング、単音カッティングの練習フレーズ一つ目を弾いてみようと思います。これがバブルの練習奏法の一つです。で続いてチャックと呼ばれるものなんですけれども、チャックは、まあ、コードでチャキチャキ弾くものだよって説明がね、さっきもあったと思うんですが、これ面白いのがですね、4パターン載ってます。でもコード進行は全部一緒です。何が違うのかというと、ブラッシングの回数、あと休符のタイミング回数ですね、それによってグルーブとかが全然変わってくるよっていうのがこう分かれて載ってます。これはかなり休符が多いですね。ブラッシングも少なめです。で続いては常に16ビートのチャカチャカといったブラッシングが入っているパターンを弾いてみたいと思います。ブラッシングの回数が多い、休符のタイミング、これだけで結構グルーブ、ノリが変わってきますよね。他にもね、ちょっと2パターンぐらいあるので、ぜひ練習してみてください。で、もう一個いいなと思った、練習パートがあって、コリー流アコースティックリズムパートっていうのがあるので、弾いてみたいと思います。これがアコースティックリズムパートの練習の一つです。なぜこれわざわざアコースティックリズムパートって書かれているかというところなんですけど、そもそもカッティングっていうのはエレキで演奏するのが結構ベーシックじゃないかなと思います。なぜかというと、エレキギターは、まあ、電気を使って、でエフェクターを使って、アンプを使って音が伸ばせますよね。で、サスティン自体がどこまでもこう、まあ伸ばそうと思えば伸ばせるし、リバーブ系のエフェクターを使えば響かせることもできるし、ディレイ系を使えば増幅させることもできるというものなので、音が伸びるからこそいかにどのタイミングで音を切るかっていうのが大事になってきて、こうみんな練習をしていくと思うんですけど、アコギの場合はサスティンが短いですよね。もうすぐに減衰していくので、だからこそストロークで音を伸ばす、つなげていくっていう弾き方をする人が多いと思います。でこれ自体も全然間違いではないんですが、ストロークだけだとリズムとかグルーブが、まあ、生まれづらい、作りづらいっていうのもあるので、まあ、私はエレキにしてもアコギにしてもカッティングを意識して弾くようにしています。でもどのくらい違いがあるのかっていうのはちょっとやってみないとわからないと思うので、今から私のオリジナル曲ウィークポイントっていう曲があるんですが、
それのサビ部分をストロークと、まあ、カッティング2パターンで弾いてみたいと思います。ギリギリで終わらないで、今夜このまま抱きしめてもいい、痛い目月に隠れてどっちつかずのライン、一気に超えてみたいよ、もっともっと僕の様が湧いてよ。まあこれがストロークパターンが、続いてはカッティングパターンを弾いてみたいと思います。ギリギリで終わらないで、今夜このまま抱きしめてもいい、痛い目月に隠れてどっちつかずのライン、一気に超えてみたいよ、もっとそうもっと僕の様が湧いてよ。これがカッティングパターンです。結構ノリ、グルーブが変わってきますよね。なので今回私もこのギターマガジンでいろんなカッティングの奏法を勉強したので、今後もね自分の曲に盛り込んでみたいなと思います。で皆さんも普段弾いている曲の中にちょっとカッティングを盛り込むだけでもこうグルーブ、ノリが変わってくるので、また違った楽しさを感じられるんじゃないかなと思うので、よかったら参考にしてみてください。ということで今日はカッティングについてお話ししてきました。今ツアー中で、次回のライブは8月31日が大阪、9月1日が京都で決まっています。どちらもループマシンを使ったライブになってます。でその後もどんどんツアー続くので、ぜひホームページなどチェックして遊びに来てください。お待ちしています。で今回はギターマガジンの8月号の中のこの記事がめちゃくちゃ良かったのでピックアップしてみたんですけども、今後もこういったギターマガジンだったり、まあ、いろんな記事を参考にしつつ、まあ、面白いなと思ったものをピックアップしながら皆さんに紹介していければなと思っています。それではまたお会いしましょう。森めぐみでした。